層上に来たら。なんでいきなり怪物に追われなくちゃいけないのよ。とにかく、早く逃げないと食われちゃうよ。早くこの木に隠れるわよ。あいつが私たちを見失うまで出ちゃダメよ。うん、まだいるよ。きっと音に反応しているわね。目が退化してるし。じゃあ、音を出さなければいいんですね。あいつがどこかに行くまで、隠れていましょう。もう足音はしなくなったみたいだね。巻いたみたいだね。早速行こうよ。え、どうしたの？ルーこと、後ろ。え、後ろがどうかしたの？ここにいて匂いで換気してたの？早く逃げないと。この下、崖になってる。逃げ場がない。いや、もう逃げられないなら崖を飛び降りるしかないわ。でも、怪物がもうそこまで追ってきてますよ。もうスピードでこっちに来てる。迷っている暇はないわ。さっさと飛び降りるわよ。もう、やけっぷだ。私たちも行こう。わかりました。人間を見出したか。まあよい。いずれ、アイシクルの餌食となるだろう。あいつらの時間は問題だ。さあ、アイシクルよ、あいつらを捕らえるのだ。わからない。でも、助かることはわかる。二人とも見て、地面に激突するわよ。え？
とりあえず、あの怪物はもう追ってこないわね。それにしても、幻想郷に来てみたら、氷河期みたいに変わっちゃってるんだけど。幻想郷でも、氷点下が来たんでしょ。いえ、これは異変よ。人工的に氷河期に変えたのよ。異変ですか？多分、高度の文明の力で、幻想郷を侵略して、氷河期に変えたのよ。異変を起こした奴の目的は知らないけど、早期に異変を解決しないといけないわね。なんでそんなことがわかるんですか？でなきゃ、太陽が消滅、爆発しない限り、氷河期なんて来るのはありえないわ。せいぜい寒いのはシベリア、南極、北極、アイスランド、カナダぐらいよ。さあ、建物を探しましょう。そこで休ませてもらって、明日に備えましょう。あらあら、こんなところに、可愛いモルモットがいますのね。誰なの？なお名乗ることもないわ。だって、あなたたちはここで死ぬんですもの。それはどういうことよ。具体的な説明が欲しいね。つまり、こういうことよ。おいで、私のペット。あ、こいつ、が、伝説上の怪物の。まさか、現実に現れるなんてね。伝説上の怪物、ミドラ。この子を出してしまったら最後、行って逃げれた者はいないわよ。捕獲に届くの怪物に、あなたたちに勝ちにはないわよ。さあ、行きなさい、アイスキドラ。その前に、あなたたちの目的を聞いておきたいわね。なぜ、幻想郷を氷河期にしたのをね。あ、目的を聞こうとすると止まるのね。意外と優しい怪物なんだね。指摘あるんだ。ん、目的ね、まあいいわ。メイドの土産に聞いていきなさいな。我々、創造軍、及び、復讐の人で協力し合い、全宇宙にある、あなたの星々の資源を奪い、奪った資源を我が物にするというのが目的よ。ゾウは何のために、資源を奪っているのか、詳しくはわからないけど。ま、そんなところよ。二つ目の質問よ、私の仲間はどこへやったのかしら。白霊霊夢たちのことかしら。まあ、自分たちで探してみなさいな。さあ、質問はもうないわね。行きなさい、アイスヒドラ。二人とも、準備はいいわね。いつでも。ケトンケトンにしてあげる。幻想郷に3つのグループが確認されましたね。別次元から来た女たちと妖精のことか？その通りです。妖精は基地に入り、女たちはあの女の飛躍している怪物と交戦しています。おいおい、妖精に基地を潰されて装置が稼働しなくなったらどうするんだ？あ、大丈夫ですよ。あの基地は潰されても問題はありません。すでに基地は何個も作ってありますから、1個潰されても問題はありませんよ。でもよ、もし建設した基地が全部壊されたらどうするんだ？その頃には飛行船速が完成しています。壊したところで問題はありませんよ。奴らがグループとなって飛行船速を起動させようとして知られなければな。ですが、飛行船速を起動させるのに時間がかかる。奴らが基地を潰される前に何としても対策せねば。ダイヤが行っていた実験で使った実験体を使えばいいじゃないか。 GV ウイルスを投与したんだろ。てか GV ウイルスってなんだ？ GV ウイルス、ジェネレーションバイオレンス。そのウイルスに感染すると体が痙攣を起こし、体が命令を聞かなくなり、体全体 GV ウイルスで侵食され、あざのような出来物ができる。そして最後は化け物に変化するのです。化け物に変化すれば、驚異的な身体能力が急激に上がり、知能も向上します。攻撃力も上がります。ダメージを受けても驚異の再生で元に戻ります。それが GV ウイルスというものです。なんかどこかしらの作品からインスパイアした名前だな。 GV ウイルスに侵されるのはごめんか。私たちの攻撃が効かないなんて。
私たちでは全く歯が立たないわね。うっふ、この程度なのかしら。期待していたのだけれど残念だわ。さあアイスヒドラ、この女たちをさらうのよ。ここはバンジー級っすね。あいつらに連れて行かれるのは嫌だ。私たちもこうなる運命だったのね。